サマーベル軍は、アメリカ合衆国テキサス州の中央部北、エドワーズ高原に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は8490人であり、2000年の6809人から24.7%増加した。軍庁所在地は、グレンローズ市であり、同軍で唯一かつ、人口最大の都市でもある。軍名は、 テキサス共和国の陸軍長官を務めたアレクサンダー、サマーベルにちなんで名付けられた。軍内には、テキサス州には二つしかない原子力発電所の一つである、コマンチピーク原子力発電所がある。サマーベル軍は、ダラスフォートアースアーリントン大都市圏に属している。カド属インディアンのアナダー湖集落が、トリニティ川とブラゾス川に沿って散開していた。 カドーコ族のウィチタ族もこの地域に住んでいた。アナダーコはフランスとスペイン人との戦闘、後にはイギリス人との戦闘に巻き込まれ、さらには免疫がなかった薬病などで深刻な影響をこむった。これらの部族は1860年までにオクラホマ州に移住した。トンカワ族はこの地域の狩猟最終型部族であり、同盟する。 カド族やカランカワ族と交易することが多かった。ウィチタ族やカランカワ族、ジュマノ族と同様、トンカワ族はその体や顔に入れ墨を施していた。トンカワ族は白人開拓者に友好的であり、テキサスレンジャーやアメリカ陸軍の石膏に雇われるものもあった。トンカワ族はコマンチ族に追い出され、ブラゾスインディアン居留地に、さらに後には、 オクラホマ州に移住した。コマンチ族は開拓者に対して襲撃を続けたが、1875年以降にオクラホマ州に移住させられた。1843年、サミュエル・ヒューストンが打ち出したインディアンとの友好関係を作る政策の一部として、トーリー公営機関が開設された。トマストーリーは銀行と信用の仕組みを使ってインディアンと売買し、 盗まれた馬や捕虜になった人を取り返すこともあった。トーリーはその事業を1848年にジョージー・バーナードに売却し、バーナードはその兄弟のチャールズと共に、ライムストーン軍、テフアカナの店を現在のフット軍コマンチピーク近くに移した。ジュアナ・ジョセフィーナ・カバゾスは10代の時にコマンチ族の捕虜になっていた。ジュアナはマリアナル・シソ・カバゾスの娘であり、 ドンホセナルシソ・カバゾスの孫娘だった。ドンホセは1792年にテキサスの広大な土地の特許を取得していた。ジョージー・バーナードがインディアンから身受けしたが、弟のチャールズが1848年にジュアナと結婚した。サマーベル軍は1875年にフット軍から分離して設立された。グレンローズの町が軍庁所在地になった。 サマーベル軍は1882年にグレンローズの町に最初の軍庁舎を建てたが、1893年の火災で軍の記録すべてとともに、軍庁舎は焼けた。二代目の軍庁舎は1894年に建築家ジョン・マコーミックによって建設され、それが現在まで続いている。その屋根と時計塔は1902年の竜巻で損傷した。 軍の当時の修繕費は限られたものだったので、時計等はそのままになった。1986年になって、当初の設計に合わせた修復が行われた。グレンローズカレッジエイ,トインスティチュート、別名グレンローズカレッジは1889年から1910年まで、信仰に基づく私立教育施設として運営された。公立学校との競合のために入学者が減り、 平行に追い込まれた。公共事業促進局の下で、グレンローズ市は、新しい上下水道システムと、学校の校舎、缶詰工場を呼び、低水ダムを建設した。1970年代に、コマンチピーク原子力発電所が稼働を始め、1000人以上を雇用した。発電所に冷却水を送るスクークリーク貯水池も、人気のある、レクリエーション地となった。 1908年に起きたパラクシー川の大洪水で白秋、おそらくはアクロカントサウルスの三本指の足跡が露出し、高校生のジョージ・アダムズが川床の石灰岩の中に発見した。その高校生は校長のロバート・マクドナルドにその発見を知らせた。アダムズは後の1930年代のいずれかの時点で2、模造の巨人の足跡を作って、 観光客に売りさばくこともやった。このことで恐竜時代に人類がいたかどうかという議論まで起こった。1934年、軍民のチャーリー・モスが4本指の流客した目の足跡を発見した。ジム・ライアルズが実際に足跡を掘り出し、観光客に売った。ニューヨーク市アメリカ自然史博物館の古生物学者、ローランド・ティーバードがニューメキシコ州、 ギャラップの土産物店にあったアダムズの巨人の足跡を見つけ、それがまがいものだと分かったが、好奇心をそそられ、自分でグレンローズの地域を見るためにサマーベル群を訪れた。バードの訪問が景気になって恐竜の足跡を探すための公共事業促進局の2年間プロジェクトが始まった。アメリカ自然史博物館、テキサス大学。 スミソニアン博物館及びいくつかの地元博物館が、アメリカ合衆国でも保存状態の良い足跡といわれるものを保管している。パラクシー川に沿った土地は1968年にテキサス州が購入して恐竜バレー州立公園とし1972年に公開された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば群域全面積は192平方マイルであり、 このうち陸地187平方マイル、水域は5平方マイルで、水域率は2.46%である。テキサス州では面積で3番目に小さな郡である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。サマーベル郡は北中テキサスのダラス・フォードワースメディア市場に属している。地元ではテレビ局10局から放送が流されている。 また、ウェイコテンプルキリンメディア市場の放送も受信できる。軍内では、グレンドーズレポーターとグレンドーズニュースペーパーという二つの新聞が発行されている。ありがとうございます。